新木清君、えー、我が国はあ資源管理型の漁業を推進してきた、このように思います。まあ、そこであの今回締結いたします北太平洋漁業資源保存条約うにおけるう日本の役割、責務について、えー、まず大臣の認識をお尋ねします。岸田外務大臣、はい えー、漁業に関しましては、この国連の場、まあ、等を通じましてあの、まあ、各地域で漁業資源を管理するための機関を設立すること、まあ、こうしたことが求められております、あのー。また、この本条約の対象水域に位置する、まあ、北太平洋の、えー、天皇海山海域、えー、我が国の即ご、えー、漁業にとって最も重要な漁場となっております。 まあこうしたあの背景から、このまあ責任ある漁業国であります我が国は、この北太平洋における新たなこの地域漁業管理機関を設置すべく、これまで本条約の作成、主導してまいりました。まあ、その結果、2012年2月にまあ東京で行われた本条約に関する準備会合において、本条約が採択,採択される。えー こうしたあの結果に至った次第でございます。まあ、我が国としましては、今後とも、えー、漁業資源の保,保存管理に関わる国際的な秩序を、まあ、維持・発展させる、まあ、とと,ともに、えー、本条約を通じ、えー、これら資源の適切な保存管理および持続可能な利用の確保、えー、ぜひ主導していきたいと考えております原木清宏君委員長、えー、水産庁にお達成します。 持続可能な漁業とその生産物を認証して、消費段階での差別化を図る方策として、水産エコラベル制度がございます。この制度は、英国に本部を置く海洋管理協議会がですね、創設をしたことに始まったと承知をしております。この水産エコラベル制度が、制度が認証可能な漁業の推進に果たす役割やですね、 また、我が国として、えー、何か取り組みがあるのか、えー、説明を求めます。金沢漁政部長。今あ、お尋ねの水産エコラベルの取り組み,取り組みにつきましては、あまさに今、ご指摘ございましたように、イギリスに本部がございます海洋管理協議会、MSC というところが、平成9年から MSC 認証制度というものを始めたことによるもの、始まっておるというふうに理解しております。一方、我が国におきましては、 国内の水産関係団体による漁業生産や資源管理の特徴を反映しました水産エコラベル制度としまして、マリンエコラベルジャパン、いわゆるメルジャパンと言っております、こういう,のこう,いう仕組みが平成19年に創設をされまして、今日までいろいろな漁業が19件認証されております。 最近、このメルジャパンの認証を受けた商品につきまして、大手小売りチェーンで本格的な販売が始まりましたり、また、生協などでも商品を取り扱っていただくという,ようなことで、これに従いまして、生産者、関係する生産者も増加傾向にあるという状況でございます。 私どもとしましては、こういった取り組みは、資源管理に関する現場の漁業者の取り組みを消費者に伝えるという手段として、非常に有意義なものとして考えておりまして、えー、行政としてこういった取り組みを今後とも普及、応援してまいりたいと存じます。原木清君。委員長。えー、次に、に食料農業植物遺伝資源条条約約ついてお達成します、えー。我が国は、この条約の… この条約は2001年11月にローマで開催されたファオの総会において採択をされました。えー、我が国はこの条約の作成交渉には参加をしたものの、ファオ総会における条約の採択については危険をしております。まあ、なぜあの2001年当時本条約の採択を,採択を危険しですね、 今日に至って締結をしようとしているのか、その間の事情についてお達成したいのと、もっと早くです、ね、本条約の締結を考えてもよかったのではないか、大臣にお答え願います岸田外務大臣。えー、まずあの、我が国をはじめとするこの先,に先進諸国におきましては、この、まあ、遺伝資源を用いて開発された、まあ、成果物、えー、につきましては、まあ、通常、 特許権等の付与が認められておりますあの我が国は、本条約の作成,か作成交渉の過程におきまして、知的財産権の取得にかかる規定に,に関し、まあ、多数国間の制度から受領したこの植物遺伝資源を用いた発明に対して、特許権等を付与することが妨げられるのではないか、まあ、こうした懸念を、 米国、あるいは EU とともに、この表明をしてきました。まあ、こうしたあのこの懸念について、特段の配慮が払われることなく、本条約が2001年、採択することとなりました。まあ、そうこうしたことから我が国は、この2001年の採択については、米国とともに採択を棄権した。 こうしたことでありました。しかしながら、この同じく懸念を表明しておりました EU につきましてはこの、この関連規定が自国の知的財産権制度には影響しないとのこの解釈宣言を付与した、を付したうえで、本条約を締結をいたしました。こうした EU の対応につきまして、今日まで特段異議が 申し立ててられておりませんこうした状況に加えて、近年、我が国がこの本条約を締結していないということから、種苗会社等による海外における植物遺伝資源の円滑な取得に影響が生じている、こういった事態も生じております。このような状況を踏まえたで、えで、かつ、 植物遺伝資源の保全および持続可能な利用という本条約が有する意義に鑑みて、えー、この本条約を締結することが必要と判断し、今国会に提出を行った、こうしたあ経緯でございます。荒木清弘君。委員長、了解しました。次に本条約において設立されました 多数国間の制度の対象となっている食料、農業、植物、遺伝資源の中には、稲、大麦、小麦、トウモロコシ等の主要な植物、作物は入っておりますけれども、大豆やサトウキビなどは入っておりません。えーまあ、この多数国間の制度の対象となるかならないかについては、どういうメルクマールで,です、ね、このようなことになったのか、教えてください。 香川地球規模課題審議官答え申し上げますあのこの多数国間制度の対象となっております、この植物および農業のための植物遺伝子資源の範囲につきましては、条約交渉時に食料安全保障上の観点から重要なものと。 認識された交渉参加国間で合意されたものが取り上げられていますで、いくつかの作物については食料安全保障上の観点から重要であると考えられにもかかわらず対象に含まれていないものがございますこれらのこの作物の主たる生産国の中で反対をする国が あ,ありましてそれで入っていないという作物が一部ございますで、対象となる植物資源の範囲を変更するためには条約上すべての定約国による合意が必要となりますので今後ですね適切に対象してまいりたいと思っております,す原木清弘君委員長、えー、ドイツやイギリスなどでは本条約の付属書1に掲げられた多数国間の制度の対象となる食料 農業植物遺伝子害以外のものも自主的に登録を行っていると聞いております我が国においてはこういう対応は考えられるのかどうか、えー、外務省にお尋ねします香川地球規模課題審議官お答え申し上げます我が国といたしましてはあの独立行政法人等が保有する植物遺伝資源の 積極的な提供、およびその遺伝子資源の提供が義務付けられていない大学や企業などに対する提供の要請なども通じてです、ね、この多数国間の制度の対象の拡大を考えております、で我が国としていたしましても、適切にです、ね、そのこの遺伝子資源の保存について、各国とも協力して取り組んでまいりたいというふうに思っております。 原木清宏君。最後に農水省にお尋ねします。本条約の第7条、第8条によりますと、締約国は植物、遺伝資源の保全および持続可能な利用において、直接的に、またはファオ等の国際機関を通じて、国際協力、技術協力を行う、規定されて、と規定されております。 現状では途上国の植物遺伝資源の登録も遅れていると聞いておりますが、そういう意味では、直接的な途上国に対するそうした意味での技術、協力でありますとか、資金の援助もあるんでしょうか、そうしたものをどのように行っていくのかですね、あるいは行っているのか、報告をお願いします。西郷研究総務官。 我が国では従来より農林水産省所管の試験研究独立行政法人が途上国での、途上国での遺伝資源、保有に関しまして、遺伝資源の保有国、途上国と共同で探索を行うということにより、途上国の研究者と協力して、関連技術の移転をすることを行ってきたところでございます。ほら近年 遺伝資源に対する権利意識が高まってまいりまして、遺伝資源の国外流出を過度に警戒する傾向が生じておりまして、遺伝資源の共同探索とそのそ、その取り組みを通じました技術移転も、まあ、なかなか困難となってきているという状況でございます。ただ、このような中で、農林水産省といたしましては、平成25年度から途上国の政策担当者、 を対象といたしまして、遺伝資源の取引制度に関する理解の促進、これによりまして、我が国による遺伝資源の利用に対する信頼感を醸成するとともに、現地の研究者を対象とした遺伝資源の探索や保全などに関する技術的な能力開発を行う事業を開始したところでございます。また、途上国のジンバンク。 遺伝子資源を保管するところでございますけれども、これにつきましては、従来、まあ、80年代からタイ、対ミャンマー等において、無償資金協力により施設整備を行ってきたわけでございますけれども、24年度の補正予算から国内の人員バンク施設の保管能力を現行18万点ほどなんでございますけれども、これを40万点まで大幅に拡充いたしまして、途上国の人員バンクが保有する植物遺伝子資源についても、保管を支援するということをしたと。 とことととととも行っていくといいくうこことことしたところでございますでこれらの取り組みによりまして、途上国における遺伝資源活用の基盤が向上するとともに、我が国の育種関係者によります海外での遺伝資源の利用が円滑化されまして、遺伝資源を通じた双方にメリットの高い関係が構築されるということを考えているところでございます。